こんにちは、現代美術作家の平野さよこです。足上がろう京都では今月3週間にわたって私の公開制作と壁画展示を行っております。そして本日はアート茶会と題しまして、浦仙家の若山拓也さんにお茶を立てていただき、皆様にアートを鑑賞しながらお茶を楽しんでいただく一日となっております。それではどうぞごゆっくりお楽しみください。今月は平野さよこ月間と題しまして、最初の1週間を公開制作、こちらで作品制作させていただきまして、残りの1週間をこの大きな壁画を展示させていただいております。そして本日は足上がろう京都さんの個展ごとの、恒例行事となっておりますアート茶会の日となっております。茶人の岡山拓也さんにお茶を立てていただき、皆様にアートを楽しみながら、お茶を召し上がっていただくという行事となっております。はい、和歌山拓也と申します。このお茶会の始まったきっかけはですね、まあ、このギャラリーのオーナーの北川さんのお知り合いのギャラリーで、陶芸作家さんの、個展があったんですね。でそこでせっかくだったらお茶を立ててみてもいいんじゃないっていうので始まったのがきっかけでした。でその帰り道に北川さんと話していまして、なんかうちでもここでもできるんじゃないか、足上がろうでもできるんじゃないかというのが、始まったきっかけになります。実際にやってみると皆さんこう座って作品を見てくださるので、作家さんにすごい注目してくれるんですね。それがすごい大きな発見になりました。お茶は、あくまで僕はサブな役割だと思っていて、お茶を飲みながらちょっと腰を据えて、じっくり作品を見ていただく、なんかそんな環境をお茶で整えられたらと思って、今はやっております。
内容と、はい、内容大事です箸は台の上に乗せておりまして、まあ、こちらのもともとお茶が鎌倉時代に伝わってきた時におそらく禅宗のお寺、まあ、特に建仁寺とかだとこういうスタイルを取ってたのかな。あちょうどお湯にこれなんていうことですね、するかと思って蓋を押さえとかなくて大丈夫ですか。ね、大丈夫なんですか。ありがとうございます、はい。7年前に描いたものなんですけども、大阪のまたこちらとは違うギャラリーで描きまして、でその時が、本当に、ホワイトキューブのお部屋だったので、4面右左上下と、であと天井にも紙を敷き替え貼りまして、で1週間ほどかけてこの絵を描きました。はい、当時そのブラジルに行くというか、あの留学行くことが決まってたんですけども、その直前に描いた作品 で、まあ、その時のワクワク感と不安と全てそのエネルギーをこの絵に注ぎたいなと思って作った作品です。はい、今回お茶会ということでこのようなまさかの夜の暗闇でという、私には全然そんな想像も予想もつかない企画をしていただいたので、暗闇では暗闇なりの見え方があってすごくいいんじゃないかなというか、逆にいいなっていうふうに私もあの気づかされたといいますか、やっぱり私の制作のテーマとしてはその命とか生命力ですとか、うん、あの自然の力、動くもの、なんかそういうものをあの普遍的なものをテーマとして扱ってるんですけども、その自然界の世界っていうのもやっぱり光だけじゃないんだなっていうのを今回改めて気づいたというか、まあ、当たり前なことではあるんですけど、まあ、このような暗闇で見るとやっぱり、ね、自然界にも夜の世界はあって闇の世界があって、逆に闇がないと光もないし、朝がなければ夜もないっていうなんか当然のことをちょっと気づかされたなっていうのは、まあ、ちょっと真面目な話になりますけど、はい、思いましたね。はい、
ちらは芦屋画廊京都2階にあるバーフランスカブレです。芦屋画廊京都さんが、芦屋画廊京都さんの個展期間中、毎週金曜日から日曜日の夜11時までオープンされています。お酒がビールからワインまで何でもワンコインで、いただけます。おつまみもありますので、ぜひお気軽にお越しください。こちら2021年新しく醸造したシャルドネです。